はい、YSTG チャンネルへようこそ。よしとでございます。はい、では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 ね、ザクルやっていきましょう。前回はですね、雪山のね、ちょうどねカナダとの国境のね方ですね、セントメアリーね、そちらの方までね来ましたね。でまあこちらの大きな建物、ここにまあ雪だるまがあってね、これですね、雪だるまさんね、壊してしまいましてね後ね、ツイッターとかでね、コメントいただいたり、またねメールの方で壊すんじゃないよとお叱りの言葉をね、いただきましたけども、で今日はですね、前紹介しましたね、前回の終わりに、このね空軍基地へね向けて走っていこうと思います。でこの空軍基地ね、この軍事基地はおそらくですよ、正確にはちょっとわからないんですけども、ここにね戦闘機あるんで、おそらくこれは空軍基地に当たるじゃないかなと、ここまで走っていきます。はい、ではね早速スタートしていきますけどもね。でね、久しぶりね、ハンコンの方を使ってね行こうかなと思います。いつもねここ数回パッドの方でねずっとプレイしてきたんですけれども、やっぱりねザ・クルーはねドライブゲームなんでね、ハンコンの方がねやっぱり面白いっていうか、ドライブしてる感がねすごくあるんでね、はい、ということでねハンコン設置して久しぶりに走っています。はい、乗っていく、今日ね今回の車両なんですけれども、こちらですね、ドンランボルギーニね、ムルシエラゴですね、 LP640 かな、LP640 ですね、こちらの車でね走っていこうと思いますんでね、よろしくお願いします。ちょっと中見る、中見るっつってもね壺、あんまり作り込みがね、大したことはないんですけどもね、でもこんな感じになってると、一応ナビあるんだね。おっと、しかもこれケンウッドって書いてあるね。ケンウッドかそうなんだちょっと初めてだね、ナビでケンウッド製か。他の車はどうなんだろうね、ちょっと気になるね。こう見ちゃうとさ、他の車はどうなんだろうって、ちょっと後で調べておこうかな。それでちょっと行きますからね。なんかメールが入ってきたな、ごめんなさいね。ブーとか言っちゃった、うるさくなかったよし、じゃあね行きましょう。はい、でまずどうしようか、室内視点で行こうかね、せっかくなんでね。はい、じゃあね軍事基地まで走っていきましょう。よいしょ。何これ、なんですかね、なんかの看板だね、よし OK かな。よし行きましょう。久しぶりのハンコンなんでねちょっと怖いな。で乗っていくね、このムルシエラゴなんだけど、フルストックカーになりますね。フルストックカーは何回かね、乗ってきてるんでね、どういったものなのかっていうと、ノーマルですね。ノーマル車。特にいじってない、手の込んでないね。非改造車。改造してないね、車両になるんでね。そこまでぶっ飛んだ速さにはならないんですけども、それでもね、十分スピード出ますよ。サーキッ
ートスペックとかね、パフォーマンススペックに比べたらちょっとねスピード感が物足らないんですけれども、それでもね十分速いんでね、うん。でこの後ね、今これグレイシア国立公園だけど、高速の方へね入っていきますんでね、ブラックヒルズ通って、うん。なんでね、まあ飛ばせるところはねグイッと飛ばしていきますから、うん。まあ、なるべくね高級車なんでぶつけないようにいつもそんなこと言ってぶつけまくりだよね、うん。よし、いやーでも気持ちいいね、うん。でまあそうですね、まあ他のゲームのね話になっちゃいますけども、今ねそのグランツーリスモスポーツ、それとプロジェクトカーズ2で、またこのザ・クルー、それと最近ねちょっとまあ始めたのがありまして、おっとっとっと、うん、ファイナルファンタジー15ね、うん、オンラインがね始まったんですよ、うん。まあゲームシステム的にはですね、まあいろいろ、まあ動画の方ね見てもらえれば、まあ大体のおおよその内容はわかるんですけど、なんかねモンハンっぽいです、うん。ね来年出るけどねモンハンがね、まあそんな感じのゲーム内容に仕上がってます、うん。でまだね数時間しかちょっとまあプレイできてないんでね、うん。でもね、まあ、数時間プレイしてきた中でも面白かったっていうのがまあ一つですね、うん。やっぱ共闘してね、うん、その敵を倒していくっていうシステムはね自分嫌いじゃないんでね、うん。すごく最初やった時ね、おこれ面白いなって、うん、普通に感じましたね、ファーストインプレッションとすれば、うん。なんでね、まあ、興味のある方はぜひぜひね、うん、一緒にね戦っていただけると、うん、嬉しいですけどね。はい、まあね他のちょっとゲームの話になっちゃってすいませんけども、うん。で、まあ、雪山の方ね、まあ、グレイシア国立公園抜けまして、まあ、森林地帯入ってきましたね。もうおそらくまあビュー噛んじゃった、ブラックヒルズね、うん、ビューとか言っちゃった、うん、ブラックヒルズの方へね入ってきますからね、うん。でこのブラックヒルズを抜けるとねラシュモアの方行きますからね、まあ、ラシュモアというと第何回目の放送だろうな、まあ、おそらく序盤の方だったと思うんですけれども、うん。ラシュモアのところのね、肖像がありましたね、大統領のね、歴代大統領ね、4人の肖像画がね、彫られてるね、岩壁がね、ありましたね。まあ、そちらの方へね、これまっすぐ行っちゃうとついちゃうんでね、まあ、途中、まあ高速乗って、シカゴの方へね、うん、向けて、でまたデトロイト方面へ流れるような、まあ、ルートになります、うん。まあいろいろね、まあデフォルメされてるマップなんでね、うん、まあ近い距離にはあるんですけれども、うん。でもやっぱりザクルやっぱ広いね本当に広い、うん。だからやっぱ飽きさせないね、まあ、そういった工夫もありますよね。これだけでかいオープンワールドのドライブゲームってねなかなかないですから、これなんか何回も言ってるね、こんなにでかいオープンワールドのゲームとかねでもね、まあプレイされてる方ならね、うん、まあ、その気持ち分かっていただけるんじゃないかなと思いますけどね、うん。やっぱそうだね、右がブラックヒルズ、うん、行きましょう行きましょう行きましょうね、左右来てないかなね、まあ山道なんでね、そこまで大きな通りではないんでね、うん、交通量も少ないですねやっぱね、うん。まあなんだかんだこう話してるとねやっぱ早いね、あと20キロだって、うん。おっ
そっか、今気づいたけど、オンラインプレイヤーさんちょっと表示されちゃってるね。これ消しとこうかね。なんかやっぱ嫌がる人もいるんで、中にはね。うん、ちょっと表示消しますね。ごめんなさい。お？あ、そっか、ブレーキ踏んじゃうとダメなのか。あれ？違う。どこだ？ん？これ消せなかったっけ？あ、消えた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 。ごめんなさい。はい。保存しちゃおう。ね。はい。おっと、もう一回押しちゃった。はい。じゃあスタートね、していきましょう。はい、じゃあね、ごめんなさい、ブラックヒルズの方へね向けて走ります。はい。いや、時間もね、今9時過ぎぐらいだったかな。何時だった？あ、いやいやいや、そんなことない、11時17分だね。うん、なんでね、まあいい時間だね。そろそろ お腹が減ってくる。あ、おっと、これはクレートだね。危ない危ない。うん、これね、踏んじゃうと大変なことになりますからね。鬼ごっこ始まりますから。うん、警察車両とね、うん、あのね、逃げ回るこのね、車ですよ、逃走犯ですね。うん、それでバトルが始まっちゃうんでね。うん、あれは本当にいらない。いらない。うん、まあ、2回言っちゃったけどね。コーリングオールユニットになってからね、新しく導入されたゲームモードになるんですけれども、まあ自分はね、あの初代っていうか、その一番最初のね、ワイルドランの前にも買ってるんでね、このゲームをね、なんでいろいろ進化を、まあ、見てきてるんですけれども、そのワイルドランがね、まあ、見事に、まあ、当たったっていうか、良かったね。大型アップデートだったんでね。だからコーリングオールユニットも、まあ、期待はしてたんですけどね、ちょっといらないかな。まあ警察車両とか乗れるのはいいんだけどね。はい、ではではね、これね、まっすぐ行くと、ラシュモアの方へね入っていきます。なんでここをね、四角方面ね、向かって走ります。高速ですね、ここからこのジャンクションね入って、で、まあ、シカゴ行ってデトロイトっていう感じかな。まあ、そっちの方へね、酪農地帯の方へ向けて走っていきますね。まあ、せっかくなんで高速だから飛ばそうか、飛ばそうかっつってもね、まあ、車両が多いんでね。よいしょ、オーバーテイク。オーバーテイクってほどでもないか。ね。おっと、そういえばこれ、前の方に見えたね。これ、おそらくね、あの、前、以前ね、の放送で、牛の巨大モニュメントね、ありましたね。あれがね、確か見えてくるはず。ほらほらほらね。この高速からよく見えるんだよね。牛が。まあ、ちょっと今車内視点だから見づらいかもしれないけど、ほらほらね、ああいう感じでね、あるんでね、やっぱね、近くで見るとやっぱでかいけど、やっぱこう遠くからでも分かるぐらいでかいもんね。で、こっからね、これ右側見えてるのがあれがね、シカゴの街です。おっと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 、運転しづら。よしね、まあ、牛をね、横目にね、まあ、高速走っていきましょう。よし、これ、で、前にね、まあ、右前になるかな、今。右斜め前。あ、ちょうど見えなくなっちゃったけど、あれがね、デトロイトの街ですね。モーターシティですね。よし、じゃあもうね、間もなく高速降りるような感じになるんでね。やっぱ飛ばせなかったね。おっと、やっぱデトロイトだね、あれはね。
まあ、遠くからでも分かるね。車の匂いがプンプンするよ。はい、じゃあここね、よし、おっと今飛行機上通ってったね。はい、じゃあね、こっから、ミシガン森林地帯の方へね向けて走ります。途中バロンの町を抜けますんでね、もう目の前バロンの町かな、あれは。ああ、そうだね、バロンだよね多分これ。え、違かったっけ。あ、いいんだね、やっぱバロンの町だね。でこのバロンの町を抜けるともうね、ミシガン森林地帯の方ね入ります。まあ、途中まあ酪農地帯の方に入ってくるんでね。おっとと乗り上げたぞ。お、危ない危ない、気をつけてよ。俺が気をつけろって話だねこれね。まあ残りね、もう間もなく、まあ、9キロぐらいだね。いやしかしね、こうハンコン久しぶりにやったけど面白いね、やっぱりこのゲームやっぱハンコン面白いよ。のんびりねドライブね、おっとっとっと、いいね。まあ、いつもはねこうレースゲームばっかりこうやってきてるんでね、まあ、たまにはこうのんびりとさ、こうドライブするのって気持ちいいっすね。いいねやっぱり。でこのあとザ・クルー2でさ、グラフィックがさ綺麗になるじゃないですか。もうほんとね楽しみでしょうがない。おっとちょっとおかしいぞ AI と。これもう隣は、あ、もう川でね、向こう側もうカナダだね。はい、で残り7キロっすね。まあね、音楽聴きながらねこうドライブをするわけです。おっと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 、割り込みかーっと一車線だね。まあドライブするにもね、やっぱこうミュージックが必要じゃないですか。まあね、ちゃんとこのゲームねミュージックあるんですよ。ただね著作権上ねやっぱり引っかかっちゃうんで、ここにねラジオっていうね項目があるんですよ。これね、これでねいろいろ、まあちょっと今ね早送りしちゃうけど、これ音流れちゃうと著作権引っかかっちゃうんでね、まあ、こんだけのバンドがあるんですよ。まあいろいろね音楽聴きながら走れるんで、興味ある方はね、まあ、買った時にちょっとこうラジオをね回してみていかがかなと。はい、まあ、ちょっと今ね収録中なんで聞けませんけどもね。はい、よし、じゃあ行こう。もう間もなくだね。6キロ切るね、もうね。はい、いやー、いいぞいいぞ。お、ヘリが飛んでるね。あれは空軍基地から飛んだのかな。あーっと、バンパーが今外れたね。大事故だったね。後ろの車は平気だったのかな。お、カマロ。まあまあいいでしょう。よくないか。まあいいでやる、いいよね。まあたまにはさ事故も必要だよ。よし、じゃあね残り4キロ。こう話してた早いなやっぱりな。おいし、おお、なんかいっぱい動物がいるぞ。まあね、森林地帯なんでね、こういいっすね、あの雰囲気がすごく。よいしょ、そろそろだね、そろそろマップちょっと拡大してみようか。まだ見えないか。途中ね、あの右折入ってくるところ、そこがあの空軍基地入り口になるね。おっと、ハンドル切りすぎた。踏切だ、危ない。まあ踏切もね急に電車来るんでね、
焦っちゃうんだけどね。じゃあそろそろですね、あの空軍基地の方入ってきますんでね。で中を少しちょっとねぐるっと回ってからね、今回のパートを終わろうかなと思いますんでね、お付き合いください。はい、ではね、ここからだね、ここから入っていくような感じです。はい、じゃあね、空軍基地の方へね。はい、ちゃんとねこうゲートが設けられてるんですよね。ここでね、ちょっと身分証を見せてみろと。うん、止まらなくちゃなんないんですよこれね。そんなわけないでしょみたいなこれ、ね、うん、そう、あの全然ねスルーで OK ですからねこのゲームは。うん、はいね、やっぱり戦闘機ね、先ほどマップで見ましたけども、まあ、こんな感じでね、うん、戦闘機が飾ってあるんですね。もうなんかすごい腕振って歩いてる人いるけど、ウォーキングの人かな。ちょっと話聞いてみる。何やってんですかつってね。すごい。おいるね。これ危ないよ。撃たれるよ、銃で。あ、銃落としたよ。銃大丈夫。おお、なんか乱入してきたね。うん。どちらさんでしょう。まあね、オンラインプレイヤーさんがね、いろいろいるんでね。うん。よし、じゃあね、まあ少しちょっとぐるっと回ってね。うん。アゲーラ R だね。お、まっすぐ行っちゃったな。うん。まあ町野のもう少しね、まああるんだよね、少し町っぽいのがね。うん、ここは旧軍事施設になるのかな。でね、一応このマップ上、まあデフォルメされてる以上ね、正確なあれが出ないんだけど、わからないんだけど、あのまあミシガン州かウィスコンシン州ね、どちらかの州に入ってくるんだよね。うん、なんでね、うん、正確にちょっとお答えすることできないんだけどもね。で一応ここからね入れるんですよ、基地の中ね。おいしょ。うん、どう、戦闘機いっぱいあるでしょう。うんね、やっぱねここは空軍基地ですね、こんだけねあるんでね。うん、まあ、ジャンプ台もあるんでね、飛べますよ。うん、お、これかっこいいね。このドックから出てきてね、これから出発するぜみたいなね、整備してるね。うん、まあ、こういったね、小細工も、小細工って言い方悪いかね、うん、作り込みもね、うん、してるんでいいっすよね、面白い。うん、ジャンプで走ってみる。とー、うわー、ぶっ壊れるよ。でさらにね、ここにねでっかいジャンプ台があるんで、そっか、このでっかいジャンプ台ちょっと超えて動画終わろうかね。ちょっと助走つけないと飛び越えられないからね。しかもフルストックカーでいけるかな。一応まあニトロがないんでね、まあ、最高速買っとんで、まあ、まあちょっとねフルストックカーで試したことないからなんともわからないんだけど、よいしょ、よし、じゃあ行くよ。行くよって、うん、まあ、ちょっと動画内で初だね、こんなねジャンプ台飛ぶよみたいなね。行けるかな、まあ、途中ちょっと川の中落っこっちゃったらごめんなさいね。お、ちょっと待って、戦闘機来てるよ。危ない危ない危ない。怖っ。行け、とー、どー、行けたね。うん、と線路へ出たよ。まさか来てないよね。オッケーオッケー。まあね、たまにこうね来ちゃうと大変なことになるんでね。うん、
これ飛んだはいいが、ちょっと線路上だね、これだとね。ちょっと走ろうか、線路でもね。スタンドバイミーしちゃいましょう。ね。ちょっと道路へ出てからね、次回の告知してね、まあ、終わろうかな。お、もうこの辺か。よし。おっと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 。ああ、今なんかヘッドライト壊れたっぽいぞ。やばいことしちゃったね。はい。じゃあね、うん。それにちょっと止まって、次回のね、予告しましょう。はい。よし、これでいいか。ね。はい。じゃあ今回ね、この軍事基地までね、来て、まあ途中ね、このジャンプ台をジャンプしてね、うん、でまあ今ここにね、まあ、いるような感じです。はい。でまあ最終目的地がね、もう以前からお伝えしている通りニューヨークになります。うんね、ニューヨーク、まあそうだな、おそらくね、自由の女神ね、それかまあタイムズスクエア、まあその辺に行こうかなというふうにね思ってます。でまだね、うん、もう少しねお付き合いいただこうかなと、うん、というのもザ・クルー2出るまでね、まだまだ3ヶ月以上、まあ4ヶ月ありますからね、うん、なんでね、まあ少しずつ少しずつね動画の方まだアップしていきますんで、うん、お付き合いいただければ幸いです。はい。で次回次回前ね、デトロイト行きましたね。うん。で、まあ、街中を走ったんですけれどもね、まあ、少しかも走れなかったってのも、まあ、あったんですけども、今回ね、この次回ね、州立刑務所。ね。ここですよ、州立刑務所。ねえ。まあ、離島になってますよね、橋一本でね。うん。まあ、この州立刑務所、をまあ見てね、でこのロウワー半島ね、このロウワー半島の方へ向けてね走っていこうかなと、うん、思います。でまあこの辺来たらそうだな、まあモンローの町、うん、まあね、ちっちゃい町なんだけどね、うん、まあ町っていう町じゃないか、もうここはね、うん、なんでまあロウワー半島出てね、うん、でそうだな、まあ巨大ブジェの方まで行ってもいいんですけどね。うん。まあ、それは、まあ、次回の放送後に考えるとします。はい。なんで、次回はね、また、このミシガン、森林地帯を越え、うん。で、デトロイトへ入って、州立刑務所、そして、ロウワー半島へね、向けて走っていこうと思いますんで、よろしくお願いします。はい。ではね、ここまでお付き合いいただきまして、ありがとうございました。次回の放送をね、楽しみに待っていてください。はい。ではね、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 YSD G チャンネルよしとでございました。